RKB ラジオ坂本エリナの桶狭間って何ですか。RKB ラジオ坂本エリナの桶狭間って何ですか。今回もファビットアクロス福岡で収録をしています。この番組はさまざまなゲストをお迎えし、ゲストの未来の勝負どころを桶狭間としてお聞きする番組です。はい、番組 MC の HKT48 の坂本エレナです。そしてレギュラーメンバーの橋本さんです。はい、株式会社ヌーラボの橋本と申します。よろしくお願いします。そして同じくレギュラーメンバーの竹さんです。はい、ラシンの竹です。よろしくお願いします。そして RKB の岩根さんです。はい、RKB の岩根です。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日も先週に引き続き九州台湾クリエイティブカンファレンスイン福岡が開催されて、もう慣れたね、言い慣れたね、もう言い慣れちゃいました。5回目なんで、はい、だいぶね。じゃあもうこのイベントのことじゃあ最後エレさんに説明しましょうね。5回聞いてるんでさすがにね、さすがにだいぶ会場がね、おとなしくなってきてるんだよね。そうですね、まあ、このイベントをまあ簡単に説明しますと九州台湾そしてアメリカのすごい方たちがここの福岡アクロス福岡に来て、なんか未来についていろいろこう議論をして交流を深めているというイベントらしいです。あ、そうね、岩根さんより分かりやすい。分かりやすい。あのちょっと場所がねエルガーラであって、最後打ち上げだけファービットであるってるだけなんだけど、うんうん、まあ、でも場所以外は全部合ってた。岩根さんよりも岩根さんもっとなんか複雑になんかごちゃごちゃ言ってましたよね。そうそう、シリコンバレーって言わずにアメリカって言ってるあたりがすごい分かりやすい。分かりやすい。そう。それは申し訳なかったですな。やったー、やったー。シリコンバレーって言われましても。そうそうそう。RKB Radio What is Okeha Zama?はい、でそこで今回のゲストがイベントに参加されていた方にまた来ていただきまして、はい、クルー株式会社田尻ひとみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。何者なんでしょうか。クルーです。クルー、クルーですよ。クルーですよ。あの、だいたいこれあのエレタンがあの田尻さんの職業の中身を想像するっていうコーナーがあるんです。あ、いいですね。はい、想像してみてください。クルー、皆さん知ってますか。はい。嘘。いや、僕は今初めてお見受けしまして。僕は知ってます。クルーってなんか。でもここら辺とか読んだらちょっとヒントになるんじゃないですか。こう英語で。あ、すごい英語。バージー。何なんで。ベ。これ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 尺取るな、そういうので。デベロップメント。キャピタル準備室長。うん。準備室長分かりました。ありがとうございます。準備室長。でもなんかクルーってなんか船。おー。ですよね。乗組員。そうですよね。だから室長。え、どういうこと。あ、違う。なんか呼び名が。船長。いや、呼び名が。あ、分かんない。ちょっと近いところ。近いところ。いい感じに。いい感じ。船。船に関係していますか。由来はちょっと船に関係しています。クルー。あ、わかった。世界というなんかこう、うん、航海に出ようぜみたいな感じですか。ちょっとセンス良くなったね。はい。え、うちのやっぱちょっとビジネス感覚が。ビジネスなのか。いい感じになってきてます。本当ですか。うちのあのビジョンは、はい、大朝鮮時代を作るという、その大航海時代になぞらえて、大朝鮮時代を作るとしているんで。だから来る。なんか嬉しい。ちょっと嬉しい、これ。でもどういう会社かはわかんないけど。大丈夫、そこぐらいで。スタートアップスタジオとかやられている会社。そうですね、スタートアップスタジオも少しやっていたりとか、あの、ベースは、はい、大企業、まあ企業ですね。地方の中堅中小企業さん、大企業とスタートアップをつないで、うん、オープンイノベーション、はい、うん、を行っていくような事業です。へ、言いましたね、言いましたね。オープンイノベーションとは何でしょうか。そう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 。はい、あの、閉じずにオープンに、みんなで、うん、あの、開かれた世界で、みんなと一緒に事業をやっていこうと、自分たちだけってしないっていうことですね。そうそうそう、オープンに。はい。そう。具体的にどういう、事業をされていらっしゃるんですか？はい。はい、さっきシリコンバレーみたいな言葉が出ましたけど、はい、アメリカでよく言われているガーファムみたいな、そのスタートアップですね。スタートアップと日本の企業をつないで、
で一緒にあの新しい事業を作っていく、うん、新しい産業を起こす、そういうサポートをしています。サポートをしている、なるほど。そもそもなんでそのオープンイノベーションみたいなのが、うん、結構ね九州なんか特にここ 2,3 年、うんうん、なんかどこの大企業もオープンイノベーション、オープンイノベーション言ってんなという感覚なんですけど、うん、必要なのかっていう、なんか そこら辺ちょっと聞きたいですが、はい、なんでそもそもそういうことが起こり始めて、はい、うんうん、はい、うちの会社13年こういう事業をずっとやってはいるんですけども、やっぱり自分たちのリソースだけでは限りがあって、新しい産業がなかなか起きづらい、特にアメリカなんかはやっぱりスタートアップがどんどん新しいチャレンジをして、そこから新しい産業が起きていると、うん、日本はなかなかそういうチャレンジする風土もなければ、スタートアップもそもそも13年前は日本ではほとんど聞かれていない時から、やっぱりチャレンジしないと新しい産業が生まれない、日本がどんどん遅れていくというので、そういうスタートアップを支援する、チャレンジする人たちを支援するというあのコンセプトのもとこの事業を始めていて、で日本企業もすごくいい技術とかプロダクトを持っていても、やっぱり今ってそのプロダクトのスピード感というものがどんどん変わってきているので、やっぱり内製だけだと世の中のニーズに追いついていけないであれば、オープンにみんなそこの持っているリソースを掛け合わせて一緒にやれば、もっとスピーディーで、もっと新しいものが世の中に生まれるんじゃないかということで、こういうスタートアップと企業をつないで一緒に新しいことをやる、新しい産業を起こすというビジネスをやっております。オープンイノベーションを日本に持ち込んだ会社さんっていうことなんですか？そうでに近いですね。もともとうちの代表 CEO がアメリカでやっぱりスタートアップとして事業をやっていて、日本に震災を機に帰ってきた時に日本の環境が全く違うと、自分は大学生で起業してスタートアップとして事業を行っていた、日本はそういうスタートアップを支援するような環境とかそういう風土文化がないので、やっぱりどんどん世界から遅れている、世界的にはスタートアップがどんどん盛んになっている、日本はそういうものがないので、日本のその環境を変えていく、チャレンジして新しい産業を起こそうと思って立ち上げたので、うん、まあまあ、間違ってない、はい、ということですね。言わされたないやでもそれでいくと、この13年間でなんかね、象徴的ななんかこのオープンイノベーションっていう実績はちょっとなんかすごく気になりますね。はい、今ですね、スタートアップ、日本のスタートアップが、8000社登録してくれていて、あとグローバルだと1000社のデータベースがあります、うん、それと一緒にオープンイノベーションをやったのが450回ほどやっていて、そこから新しく生まれたプロジェクトが1400件ほどあって、これは日本の中ではトップクラス。はい、また言わされてますよ全部釣られてるなか具体的になんかね、これちょっと象徴的な、みんなこれ知ってるかもしれないみたいなあったら聞きたいですね。ループさんなんかも最近はみんな使うようになってると思うんですけどもやっぱりこういうオープンイノベーションを通じて、大東建託さんとかと一緒に、はい、まだまだ日本では規制が厳しい時からやっぱり利用者の便利をっていうのでやっていただいて、ね、今やループってあっちのループですよね。電動キックボードのループですね。そうですね。そういうのは まさにループをやってるスタートアップがあるのって、やっぱいろんな利権だとか、うん、いろんなこう交渉事が得意な大東建託を組み合わせることで、うん、一気に全国に広げることができたみたいな、そういう感じなんですか？交渉というよりは本当にその、居住者の方とかの利便性を追求していくと、はい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 、これがあると便利だよねっていうところから広がっていって、法整備をやりながら、一緒にもう本当に大東建託さんがループさんを応援しながら、うん、今の土壌を作っていかれたという。うん、ちょっとね、逆に意地悪というか、こんなことあるんじゃないっていうのが、その大企業とスタートアップをつなげたときに、たまに僕もスタートアップの方とたまに仕事させていただくんですけど、いやもちろんちゃんとしてる人たちが多いんですけど、たまにですけど途中に消えたりとか、うん、途中でなんか連絡が急に取れなくなったりとかあるんだりするんですけど、うん、そういうのって会社、その仲介者じゃないですか、ケアしたりとかするんですけど、そう
ですね、やっぱり間に入ってサードパーティーがいることでうまくいくケースもあるので、それは思いました、まあ、はい、間に入ってちょっとほぐす時もあります。逆もありますよね、結局大企業も担当の方がいて熱心にやってるけど、ね、人事異動でその担当の方がいなくなって、うん、そうですね、それもありますよね。逆のパターンもあるじゃないですか、はい、ありますね、逆飛びもあるじゃないですか。はい、ありますね、はい、やっぱそういうのはお互い本当言うように責任持って本当に、うん、ね、うん、がっちり厚く手してやって、ここまでゴール決めてやんないといけない、うん、やっぱそういう時にでクルーさんみたいな会社がちゃんとそこを取り持ってやってくれるっていうのは、うん、はい、お互いにとってリスケッチにもなるし、いいかもしれないですね。はい、あの双方にとってうまくいく方法、うん、言わされました、今また僕言わされました言わされましたね、ありがとうございます。スタートアップもやっぱり大企業と組むのめっちゃ怖くて。あ、そうなんですか。はい、もちろんですよ、あの資本いっぱい持ってるんで、はい、軽く発言したことがそっと盗まれるんじゃないかみたいな、あ、そっちのノウハウ的なものがあると、はい、あのパクられるんじゃないかみたいな、はいはいはい、そういう恐怖感みたいなのはちょっとあって、まあ実際にそういうのがあるので、ちょっとスタートアップ側も怖いし、でも大企業側もやっぱりスタートアップが飛んだりとかするんで、しかもビジネスで飛ぶじゃなくて、あの CEO の人格上飛んじゃうみたいなのもあって、そうなんですよね、飛ぶというか、たまにこうですよね、なんか互いに、まあ人間だからしょうがないんですけど、うん、例えば大企業と大企業と、まあ昔からある企業、昔からまあそこそこの人数がある企業と同士だと、うん、あの人に連絡が取れなくても別の人に連絡が取れるから、うん、まあ結果うまく社対社はやってくれるけど、スタートアップ企業ってまあ数人にやってることとかが結構主で、うん、その社長さんと仲良くてやってても、社長さんの性格上ですね、たまに3日間ぐらい連絡が取れないみたいな、はいはい、いうことで、その3日が結構肝だったりとかするときに、はいはい、あっみたいなのをちょっと味わったことがあって何回か、はいはい、でただ向こうは何ちゃ思ってないわけですよ、うん、あの僕そういう人ですからみたいな感じの時とかが若干おおーみたいな、そういう時にはクルーさんみたいなのがいたら連絡取れないんですっつってこっち経由で取ってもらうとかっていう、そこら辺のマネジメントをやられてるって感じなんですか。マネジメントというかサポートは、はい、大変そうだな。まあそれぞれの事情が終わりだったりはするので、うまくその辺をちょっとほぐすというんですか、別にほら法律で決まってるわけじゃないから、電話取らなきゃいけないとか、そうですね、だからメール返さなきゃいけないとか、はい、でもほらこっちのビジネス習慣上だとやっぱ電話があったら、うん、まあ例えば夕方って折り返さなくても次の日の朝折り返すとか、はい、そのは消費習慣が僕らにはあるけど、めっちゃ愚痴りますね今日なんかさ、この回いやいやいや、なんかあったんすか、なんかあったんすか、なんかよくあるのよこれ、あとで聞きますよ、あとで聞きますよ、あとで酒飲みながら聞きますよ、そういうののサポートって結構大変だろうなと思ってて、大変だと思います、召喚集の違いありますもんね、スタートアップのとか、まあてかね、人と、まあ人と人は絶対あるからですね、なんかそこが大変だろうな、よくそういうところに飛び込んでいったなっていうのが、まああとちょっとまあいいんですけど、やっぱオープンイノベーション、やっぱさっき言ったように福岡でも最近すごく、ね、いろんな会社が金融機関も新聞社とかも結構大々的にオープンイノベーションやりますみたいな、公募しますみたいなやってるんじゃないですか。福岡のオープンイノベーション事情はどう見られてますか。そうですね、あの福岡やっぱりすごく盛り上がっているなという印象はすごく持って見ています。はい、ただなんか少しそのオープンっていうところでいくと、もう少しオープンでもいいのかもなっていうのを若干外から見ていると、はいはいはい、そこ聞きたいな、福岡九州にちょっと閉じている気もするんですね、事業会社とスタートアップとか自治体さんとっていうところ、はいはいはい、そこはオープンなんですよ、福岡の中は、はいはい、ただまあ地元愛ゆえに閉じている感じにはなってる、ね、九州はその感もあるかもですね、うんうん、あと僕ちょっとやっぱ見てて思うのが、はい、なんかオープンイノベーションだからなんか全然関係ない、なんか AI を使ったとか割とそういうちょっと気の照らったテーマを掲げてる某どこですか、なんとか社とか、はい、なんとか局とか局でも結局そこを持っていったところで多分実現できないじゃないですか、うん、なんかもうちょっとお互いのでテレビ局だ、ね、テレビ局ちゃんとリソースを使った何かみたいなんから、うん、僕始めた方が、まあそうっすね、絶対実現性高いのに、なんかちょっと AI とかなんかね、うん、ロボットとかってなんかそっちにこう振っちゃうのってあれって何なんですかね。
そうですね、多分そのやり方の違いなのかなと思っていて、うん、今ちょうどおっしゃっていただいたように、あの弊社がやっているのはプログラムとして、やっぱりどういうことをやりたいのかとか、はい、リソースはどういうものがあってっていうものを結構ブレイクダウンして、うん、でそれに対してスタートアップがエントリーしてくるので非常に効率的にやりやすいっていうのがあります。やっぱり企業がこうゴールをある程度定めていないと、うん、せっかくスタートアップがエントリーして時間を取っても無駄になってしまうっていうのはあるので、そういうところを丁寧にやるっていうのも、あの成功に近づく近道ではあるのかなという気はしますね、うん、なんかオープンソースとかさっきの AI とか、まあ例えば Web3 とか行ってなんかわーわーやってるんだけども、あの大事なそこの顧客みたいな、そうあのお客さんなしでなんかそこら辺を会話するっていうのが、そう結構ね、あの大きな企業さんの文脈だとありがちですね。そうですね、うん、なんか、まあ、それはでもはこちらも反省材料としてはすごいあるっすね、ちゃんと反省されてるんですか。ちょっとトゲがありますねあの反省はしてますよ。あーよかった、あの実行できてるかどうかは置いといて反省はしてます。 RKB Radio What is Okha Zama?そろそろ未来の勝負どころをお聞きしていいですか。はい、はい、ですね、この番組は未来の勝負どころを桶狭間としてお聞きしているんですが、田尻さんの桶狭間はありますか。はい、はい、今ちょうどですね、あのレアルマドリードネクストとアクセラレータープログラムをやっておりまして、はい、日本のスタートアップではなくアジアということで、アジア全体のスタートアップとグローバルをつなぎ込むというようなものをやっていますので、はい、まあ、どんどんあの福岡日本に閉じずに、やっぱりそのグローバルというところにみんなでオープンになれるようなところを会社としても目指していきたいなって思ってますし、あとはキャピタル事業を立ち上げておりまして、うん、スタートアップが、はい、少しでもあの出資を受けて成長できるようにという、そういうグローバルと成長というスタートアップの成長というところが私の会社の桶狭間です。おお、もうすでに始まっていらっしゃる。あ、はい、そうですね、ことですよね。今通過点ですね。通過点、はい、それ例えばやりたいですとか一緒にそれちょっとやりたいですったらそれどうしたらいいんですか。それではお問い合わせはこちらに。テレビじゃないですか。テレビじゃないですか。指差してます。後でじゃあ、あの最後にじゃあ、あの告知した時に、告知の時に言ってください、はい、ぜひお願いします。ではエンディングに、はい、行きたいと思うんですが、橋本さん今回はいかがでしたか。はい、はい、おそらく13年前創業当時から知っている会社ですか、ゆうさんは。でここでお会いしたのがこうなんていうの、懐かしさがあるっていう感じですね。ですね、はい、でそうですね、福岡ではなあんまり見なくなってたのかな最近、なので久しぶりに福岡でクルーさん見て戻ってきてくれたっていう、そんな感覚が。そうなんですね、はい、武さんいかがでしたか。そうですね、オープンイノベーションはすごい、はい、福岡で本当最近盛り上がってるなと思ってる反面、さっき言ったようなちょっと 僕から見てなんかちょっと滑ってるんじゃないかなっていう部分も正直思ってたところ、ね、先ほど言ったのとね、あのクルーさんみたいな会社がきちんとこうマネジメントして一個一個多分もう一個一個ね実現していくしかないじゃないですか、うん、そんな大きい地帯じゃまずはね大企業とスタートアップが組んで実績上げていくっていうことを積み重ねるしか僕ないとこういうビジネスは思ってるので、うん、なんかそういうことを本当やられてる会社さんなんで、ぜひちょっと一緒に僕も仲間に入れてほしいなと思いました。ぜひぜひ一緒に、はい、サポートするって言ってました。マネージメントじゃなくてサポートですよ、うん、マネージメントじゃないサポートしてくれるんですかね、うん、管理ではなくご支援します。なるほど、そういうスタンスです、はい、響いてる、ね、それでは最後に聞いている皆さんへメッセージや告知があればぜひお願いします。そうですね、あの成長したいスタートアップの皆さん、はい、あとオープンイノベーション、はい、新しいことをやりたい事業会社の皆さんはぜひクルーで検索、クルーのアルファベット CREWW ですね、うん、はい、ぜひ皆さんお待ちしております。
ということで今回のゲストは、クルー株式会社田尻ひとみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。